定休日の楽しみ、今日はおかんが亡くなって、法務局に行ってその後、株主優待で、指定君屋に行ってきた、やっぱりうまいな。はい、お疲れ様の高井です。ハンバーグ大好き。ハンバーグ大好きで、ほんまにあの、よう食べとったよね。さあ、そして、ハンバーグ食べる。スープがね、夏限定なのか、冷たいスープがあったんですよ。これまた皆さん食べに行ったらいいんちゃうかなと思って、本当にどんどんご飯食べる。さあ、2杯目もご飯落としてる。ご飯好きなるほど。さあ、スープ飲める。やっぱり好きなのがコーンスープやね、美味しいね。さあ、